今日は丸亀製麺の方で打ち立てセットっていうですね、あの期間限定のメニューが買えるということで、これちょっとメニュー見てみましょう。3人前で1500円、最大690円お得って書いてあるんで、かなりお得なセット内容となっております。で、選べるうどんということで、一応ですね、かけうどんとぶっかけうどんから選べるようになっております。で、オンとヒアも選べるけど、まあ夏なんでね、なかなかオンは頼むことはないと思うんですけど、で、セット内容の方がこのうどん3つ、天ぷら6つ、いなりは3つということでセットメニューになっているので、メニューに迷う必要がないのはいいポイントですよね。で、天ぷらも選べるので、これだけは選んでから行った方がいいと思います。で、あと4人前もあってですね、こちらパワーアップして、うどんが4つ、天ぷら8つ、いなり4つっていう、もう完全にファミリーでもですね、このセットでだいぶ満足のいく内容となっております。で、一つ特徴として、予約とかはやってないので、お店にですね直接行かなきゃいけないという条件があるので、お店に行ってですね、打ち立てセットをお持ち帰りでと注文すればいいみたいです。じゃあちょっと気になるので行ってきます。よし、じゃあ帰りますか。注文は本当普段通り、食べる時と一緒で、3人前か4人前を選んで、うどんがですね、カップに入った状態で渡されるので、その後に好きな天ぷらを選んでいく形になってました。天ぷら結構種類あるんでね、8つ選べると言っても1つずつは選べなかったので、やっぱりあらかじめ選んどいてよかったです。で、お会計後は横にネギと天かすも用意されていたので、専用のカップに入れてお持ち帰りするスタイル、いつも通りネギ盛りだくさんで食べることもできそうです。今回行ったお店の場合はテイクアウト専用のですね、袋を詰め込む場所があるので、天ぷらは紙箱に入れる感じで、かき揚げ結構大きいんでね、小さい方の紙箱だったら2つ入るとのことで、そちらに入れました。4人前だとですね、天ぷら入れるとお持ち帰りが3袋ぐらいになるんで、持ち帰って食べようと思います。よいしょ。
ど、であと天ぷらか。ほい、おいい匂い、いい匂い、よいしょ。あら、とかこれ野菜天ぷらでかくない？こんなでかいのよ、丸亀って。いただきます。あ、セパレートになってるんだ、こうだ。じゃあこのままとりあえず食べてみるか。うまっ、丸亀だ。みずみずしいよね。柏って言ってみよう。あ、うまっ。辛めだもんね、ポカンと。かぶっていくか、どうやっていくか。一応割ってみるけど、うわっ、すげえ、切ってもこの大きさだもん。玉ねぎはね、甘くちゃくちゃ効いてる。うまっ、これ。いなりには、すごいね。味染みてるね、これ。私も美味しい、これ。これイカ天だ、イカ天。うん。うまっ。食べちゃうか。ネギたっぷりになっちゃった。違う、だからぶっかけになるのは。あ、生姜持ってくればよかった。ちょっと入れようかね。うまっ。これは絶対合うでしょ。うまっ。エビティッチャー。うん、you
見てんねんこれ。すごいな。うどんと言ったらちくわ天だよね。最後じゃあこれ引っ込んじゃうか。すごいな。てかこれご飯にのっけてかき揚げ丼できそうだね。分厚いもんだってこれ。いやーこんな食べ方はどうなのか。探した。